坂敦郎4月14日隊は、日本の大倉官僚、実業家。君党は、随法、重光明。森ビル株式会社特別顧問。大倉省主計局次長、経済企画庁官房長、内閣府政策統括官、内閣府審議官、農林漁業金融公庫,庫副総裁、内閣官房副長官補、社団法人日本損害保険協会副会長。 日本郵政株式会社社長などを歴任した。民主党がすでに総選挙で敗北し政権を失うことが確定していた2012年12月20日、駆け込む形で日本郵政の代表取締役社長に就任。この人事には政権復帰を目前に控えた自由民主党が事前に説明がなかったとして強く批判し、菅義偉幹事長代行は、 財務省出身者によるたらい回し人事と批判。公認人事が難航した後、2013年6月に更迭された。しかし坂は日本郵便の顧問に留まった。2014年2月下旬にみんなの党代表の渡辺義美が当時官房長官となっていた官に対して、 坂が日本郵便の顧問になっていることを告げ、カムは3月の国会審議でこの人事を確認した時のことをアゼとしたと批判。その翌日、坂は顧問を退任した。旧大倉省同期入賞者には、細川孝一、筑島猿呂、瀬尾木三郎、原口恒和、松谷昭彦、岩下正など、ありがとうございます。